弁護士対賀3、検査で外車死が発覚、黒すぎ身に構えた方が見やすい。打撃という阪神時代からの課題克服へ一つのきっかけがあった。秋季練習合流前は大阪で練習、その合間に目の検査を行いボールの見え方だったりを調べてきた。検査した結果外斜視であることが発覚した。極端に言うと目が外側を向いている、ちょっと黒すぎ身に構えた方が見やすいらしくって、外斜視傾向の人がオープンで構えるとボールが小さく見えるらしいと解説した。これまで開き気味に構えていたのでそこが分かってよかったです。このオフはクローズドスタンスに取り組み打撃海岸へ繋げたい思い。クローズドスタンスっていうのがあんまり慣れないのでどういう感じかっていうのはこのオフでしか試せないので試しながらやっていきたいです。それで変わるかは分からないですけど、新たな打撃フォームで視界良好に打撃海岸としたいところだ。バットにボールが当たらない原因が判明。そんなことあるんやな。斜視だとうまく溶岩視ができなくて遠くのものが見づらかったり物が二つに見えたりするらしい。乱視の根本的な原因が斜視によるものだったんだな。野球選手にとって致命的すぎる。球技ではない陸上競技を選択してたら。なぜ野球という向いてない競技をやったんや。陸上とか水泳とか体操なら五輪で金メダル取れてたろ。手術しても良くなるかは個人差があるし再発する可能性も高いみたいだから原因が分かったところで対処療法しかできない感じやな。厳しい。こういう選手他にもいそうだよな。目のトレーニングとかきっかけで分かるようになればいいのに。古木も引退してから目があかんって分かったし調べたらそれなりにいそうやな。今さら気づいてもな。それでよくプロになれたな。物が違うんやろな。目のハンデを身体能力でカバーしてたってことか。150打席で77三振ってどういうことなの？守備の時はちゃんと遠くから飛んでくるボール見えてるんだから当てるセンスがないだけやろ。ついに原因が判明したな。これでバットとボールが当たるようになり完成。来年3割30本あるな。心配するな。どうせバットに当たらん。毎年覚醒イベントがある男。糸井が 1.0 あるのに0.6して看板の文字が見えるようになっただけだったと言ってた。